はい、どうも、そうじゃないそうです。今回はこちら、ダンボールが届きました。いや、この間のね、前回のあすかちゃんの生誕グッズが届いたっていうのに引き続き短い期間でパンパンと届いたんで、もう僕は幸せです。はい、僕もめちゃくちゃ今幸せなんですけど、でまあこのダンボールの中にはね、真夏のドリームくじ第2弾の、僕が買ったグッズが入ってるので、今からね、開封していきたいと思います。今回のこのテープ硬い。どりゃ。はい、ということで無事段ボール開いたので今から見ていきたいと思います。いや、もう今僕だけ見えてるんですけど、もう最高。はい、ということで僕が買ったのはこちらです。ドン。まあ真夏のドリームくじ第2弾で、ね、何があったかというと、46時間テレビのグッズだったと思うんですよ、確か。その中で僕が買ったということで、まずはこちらですね。はい、今年のというか今回のというか、前回のというのか、一番最新の最近の、46時間テレビで、あった、メンバープロデュースの、マフラータオルですね。あ、これ斉藤飛鳥には手を出すなってね、書いてあるんですけど、いや、かっこいいっすね。やっぱ迷彩っていうのがね、いいっすよね。迷彩ってかっこよくない？めちゃくちゃ。そんな感じでね、まあ映像権には手を出すなの映画もね、もう少しで公開されるんで、あれかな、これあれかな、僕映画館にさ、これ映画見に行くときさ、これ首にかけて行ったろうかな。もう最高じゃない。これ首にかけて映像権には手を出すな、斉藤飛鳥には手を出すなのタオルを首にかけて映像権には手を出すなの映画を見に行くオタクっていう、感じでどうでしょうかという感じで、まず一つ目はこれと。はい、で次二つ目がこれですね。これは、1回目のそのメンバープロデュースマフラータオル、何回目の46時間テレビだっけ、忘れたけど、前々回ぐらいの、46時間テレビでの、メンバープロデュースグッズ。今回はこっちのが、最新の46時間テレビのメンバープロデュースマフラータオルで、こっちが、前回のメンバープロデュースのマフラータオルということで、こっちのねデザインもいいんすよね。そう、僕これ買ってなかったんで、当時というか、買ってなかったので今回ね買っちゃおうかなということで、買ったんですけど、これもめちゃくちゃいいデザインなんですよね。こう羽でアスカって書いてあって、本当にかっこいい。両方マジでね、めちゃくちゃいいデザイン。やっぱアスカちゃん最高だよね、本当。デザインセンスあるのよ。おー、もうあのお方。でもね、また飾るだけ動画出す可能性あるので、ぜひ、上がった際には、そちらの動画も見てもらえたらなと思います。ということで今回はこれで終わりたいなと思います。次週の登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。